ユスは、ロシアのウリアノフスクに本拠を置く自動車メーカー。社名は、ウリアノフスク自動車工場の略。ユスは、第二次世界大戦勃発後のドイツ国防軍のソ連への侵攻を受け、組用車両の生産拠点の疎開を目的として1941年に、ウリアノフスクに設立された。設立当初は、第二スターリン記念工場の子会社のような位置づけで、 最初に生産したのは、ジスがアメリカ製のオートカーモデル CA トラックをコピーして開発したジス -5 軍用3トントラックであった。1944年頃からジス -5 の主要生産拠点は、ウラル自動車工場に移され、戦後の1947年になると、ユスは合力自動車工場製のギャス AA 軍用1.5トントラックの製造を始めた。 1948年には、ギャス製のギャス M20 ポピエーだと同系列のエンジンを使用したボンネットトラック型のユスマイナス300を開発し、これはユスの名を冠する初の車種となったが、ユスマイナス300は量産には至らなかった。1954年からユスはギャスで開発された4四輪駆動のジープタイプの小型軍用車両ギャスマイナス69の生産を、 担当することとなった。ギャスマイナス六十九はこの後百七十一年までユスによって生産されることになり、名称をユスマイナス六十九と表現されるケースもしばしば見られる。九百五十六年にはソ連軍の要求によりギャスマイナス六十九をベースにしたキャブオーバー型バンタイプのユスマイナス四百五十を開発し、これはソ連製のトラック版としては 初のキャブオーバー型車種となり、またユス開発の車種として初めて量産されることとなった。1950年代後半から1960年代前半にかけては、ギャスマイナス69と並行してユスマイナス450の派生車種の生産を行い、1965年にはユスマイナス450の改良型として同じく、 キャブオーバー型版タイプのユス -452 を開発した。1972年にはギャス -69 の後継としてジープタイプのユス -469 を開発し生産を始めた。ユス -469 もユス -452 と同じくギャス -69 の設計技術を発展させた車種である。これらの2車種。 ユス -469 とユス -450 には現在も生産の続けられるユスの主力製品となっている。どちらも登場以来50年間、その基本設計は変わっておらず、仕上げと装備、2000年に鉄鋼メーカーのセベルスターリの参加に入って、以降、2005年には、 新型の SUV となるパトリオットを発表するなど、積極的な新車開発に乗り出している。一方で、旧式ながら実用度が高く、手堅く眼健な設計の伝統的モデルにも一定の人気があり、西ヨーロッパや日本に輸出される車種は伝統的なモデルである。また、2006年より、イスズ自動車のトラック、エルフをノックダウン生産することが決定している。 自国製ディーゼルエンジンは環境性能が確保できないことから提携先であるイスズ製及び VW 製またはそのノックダウン生産に頼っている。伝統的なモデルはクランク棒による手動エンジン始動も可能になっている。これは国間なロシアではバッテリーが充電状態に関わらず化学反応を起こさなくなって放電できなくなり始動できなくなるためである。 ただ、伝統的なモデルでも2010年モデルからは、欧州統一環境規格、ユーロ3に対応するためのインジェクション化、電子制御化され、人力指導は不可能になった。現在、旧西側諸国への輸出は、インジェクション車のみとなっている。2005年2月、東京都新宿区の岩本モータース有限会社が、同年7月以降、輸出輸入の第一陣8台が、 横浜港に陸揚げされ、日本特別使用者ユスマイナス3909が、新車で販売されていた。2018年より、東京都渋谷区千田谷のチームルパルナスが、ロシアワズ本社と契約ユスマイナス2206ユスマイナス39094ユスマイナス3303を呼び、ハンターの時期、輸入販売を再開した。その日本使用には、シャフトのバランス取り、 インシュレーター取り付け、各部オイル交換、現地で 50km 走行し各部調整など、ウィークポイントを事前に強化する、転ばぬ先の杖パッケージが用意されている。日本に、新車で輸入されていたのは、バンタイプのユース -3909 で、日本向け特別使用車となっている。2010年モデルをさらに、バージョンアップし、DOHC エンジンにインジェクションにグレードアップ、エンジンは、 ユス社製4気筒 DOHC ガソリン仕様 2700cc で最大出力112馬力となっている。一方で外観デザインは伝統的モデルであるユス -452 からほとんど変わっておらずクラシカルなものとなっている。メディアへの露出では日本のロックバンドザ・ボーデスのセカンドシングルホット・ドッグとセカンドアルバム ゼアーズのターニングバックのジャケット撮影にユスマイナス -3909 が使用されているユスマイナス -452 ユス -3909 の後継となるバンタイプ2から9人乗り 2700cc 直列4気筒 DOHC インジェクションガソリンエンジン搭載最高出力 128PS 4600rpm 最大トルク210ナメートル 2500rpm パートタイム 4wd ルパルナスでの販売価格はツインクーラー付きで初費用オールイン乗り出し価格380万円ユス -2206 ベースのダブルキャブトラック5人乗りルパルナスでの販売価格はクーラー付きで初費用オールイン乗り出し360万円 ユスマイナス -2206 ベースのシングルキャブトラック。二人乗り。ルパルナスでの販売価格は、クーラー付きで、初費用、オールイン乗り出し340万円。ユスマイナス -469 の後継となる、ジープタイプ。五人乗り。2700cc 直列4気筒 DOHC、インジェクションガソリンエンジン搭載。最高出力 128PS、4600。 RPM 最大トルク210 n m メートル 2500RPM パートタイム 4WD ルパルナスでの販売価格はクーラー付きで初費用オールイン乗り出し360万円ありがとうございます